レオンチャンネルです。今回は珍しく福袋開封動画、おもちゃ系じゃなくてアニメ系のものを買いました。おもちゃ系を買うと持っているものが多いので、で結構大きな段ボールで到着して、なんか重い段ボール来たなと思ってパカッと開けたら段待ちのねバッグが入ってて、これは多分僕が買った福袋だなと思って、まだこの下を開けてませんから今から開けましょう。僕も驚きたいのでこの角度で行こう。よっと、まずは段待ちね。ダンジョンに出会いを求めるのは間違ってるだろうか。段待ちのトートバッグが入ってて、これ結構しっかりしてるよ。中にもうすでに中になんか入ってるし、段待ち？普段なかなか自分では買わないアイテムが手に入るのが福袋って感じでいい。はい、段待ちのこれはパスケース、めちゃデカ缶バッジ。あ、でもいいじゃん、3人ね。でも缶バッジでもこれ立てかけられるやつだ、すごっ。え、こういうのいいね。で、あとはミニタオルだね。各キャラクターが乗ってて、アニメエバージョンだ。で、カラビナだね。カラビナ、タイトル絵のカラビナになっております。じゃんじゃんいくよ。はい、これは、ディメンション W。次、これはおそ松さんの第1話のやつあ、とど松って書いてあるねこういうの商品化されてんだ。おそ松さんも結局2期な、面白かったんだけど全部は見なかったな。幕末ロック、あのイケメンのやつね、歌う歌うんだっけ。これも幕末ロック、桂小五郎と、こっちが誰だ、坂本龍馬。超イケメンじゃん、坂本龍馬も桂小五郎も。すごいぞ、めちゃ入ってるぞ本当に。なんかもうガバッと取ろう。はい、これはおそ松さんのプニプニしてるやつ、ジトメだから一松で、これはカラマツだね。あ、急に小鳥ちゃん来た。ラブライブ、石膏ボーイズね。なんかでもすごいな。これは普通のおそ松か。あ、アクキーだ。トッティのアクキーに、チョロ松のアクキー。あ、ちょ、アクキーじゃない。デカクリーナー。で、え、わからんぞ、これは。キングオブプリズム。いや、全然わかんないわ。おそ松のアクキー。え、すごい。アクキーめっちゃ入ってる。あ、空の落とし物？あ、そう、すごいな。これもアクキーだ。なんかアクキーとデカクリーナーめっちゃ入ってる。これ6人分入ってんじゃない、デカクリーナー。で、ここからまたアクキーで、これはなんだ、ウェイクアップガールズね。ワグ？カバネリじゃん、主人公のイコマ。カバネリ面白かったけど、なんかいろいろ解決しずに1期終わっちゃったから、あれ2期やるんすよね。で、あの、お侍さんね、一緒にいたね。段待ちのアクキー、カバネリのあのメカニックのあの運転手だったっけのね、女の子の、あ、これなんかネームプレートだ、プレートバッジ。へえ、これはなんか自分の好きなキャラクターだったらいいかも。ランス&マスクス、あ、これわかんないな。だがしかし、あの主人公のね、親友ね。これもキングオブプリズムで、同じのが2個。ピンバッジ。クリーナー。ジャンだね。進撃の巨人、僕ちゃんと単行本買ってますからね。あ、エレンね。今、原作の本は、まあずっと面白いんですけど、今ほんと面白いですよね。僕単行本のみですけど。もういろいろ出したよ。はい、これが、幕末ロックの缶バッジ5個セット。さらに、おそ松さんめっちゃ押すな。おそ松さんのラバースト、これも3000、4000くらいするのかな。で、これはなんだ、おにぎり、いや、これわからないぞ。ちょっと、こう、タペストリーが入ってて、こういうやつだそうです。いや、これちょっとわかんないな。で、おそ松さんのでかいやつで、さらに、キングオブプリズムめっちゃ多い。これイケメンだね。
アルドノアゼロ、お、いいじゃん。めちゃハマったし、ロボもね一通り全部買ったし。誰だ、あの敵の何だったっけ、スレインの側近みたいな、こいつも最後ね、あのロボに乗って大活躍でしたよね。アルドノアゼロ本当面白かったのに、よくラストが微妙とか言う人がいるけど、あのラストで何が不満あるんだって感じで。おう、タイガー&バーニー、いい、幕末ロックのお札だ、なんかマーリンみたいなのが出てきた、木札、へえ、幕末ロックすごいね。お、仮面、ちょっとコミカルな仮面で、これも幕末ロックかな。もうこんなに幕末ロック押されると幕末ロック見ようっていう風になるちょっとこの後幕末ロック見てみよう。魔法少年デイズ、わかんないな。プリンスオブスライドオルタナティブ、プリンセスプリンシパルなら見たけどねあれめっちゃ面白かったよね、オリジナルアニメ。あー、いい、これもイケメン系のやつだね。結局これは、あ、なんか大きいやつが入ってる。ドドン、なんだ、アクリルバッジ、キャラプレーバージョン、美男高校地球防衛部、ふん、あ、いや、もうこれ同じじゃん全部同じじゃん。ラバストだね。で、これも、うわ、ワンボックス、これ5万円ね、嘘じゃないね5万円嘘じゃないけど、結構同じやつが、でもここでニセコイ来た、いいじゃん。僕はね、小野寺派なんで絶対小野寺と付き合って欲しかったんですけど、チトゲ行っちゃったね。ルリーとかハルとかポーラまで入ってんだ。あ、マジカルパティシエ小崎ちゃんまでいる。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10個入ってるから多分これでコンプするんですよね。さらによ、これも同じ系のやつ。あ、でもアルドノアゼロだ。あー、いいじゃん。無敵の稲穂くんもいて、スレインがいて、アセイラム姫ね。全10種シークレット2種で、え、これだったら眼帯稲穂でしょ、絶対2期の。そう、レムリナ姫が意外といいやつですごい泣けた。あ、ハークライトだ。ちょっとシークレだけ確認しよう。スレイン、稲穂くんね。稲穂くんいろいろチートすぎたよね。最後まで練習機をカスタムしたやつで戦ってたし。あ、ほら、眼帯じゃない。2機の右目を使ってる状態だ。なるほど、なるほど。スレイン、エデルリゾー、アセイラム姫、あの、セラムさんが入ってるとか。ザーツバルム教でしょ？僕あの、ロケットパンチをやる女のやつが好きだったな。クルーテオ、レムリナ姫、ハークライト、あ、シクレが、もう一個何か分かんなかった。これはテラフォーマーズね。テラフォーマーズも途中までアニメ見てたんだけどな。これリベンジの方だ。ちょっと途中で視聴やめちゃったな。おそ松さん、あの花、もう一気に全部出すよ。とりあえず僕のやつは多分当たりじゃなかった高額フィギュアは入ってなかった。あの、ここに来てなんかあの花推し。そしてで、タイガー&バニーの変身状態でしょ。あ、タイガー&バニー、この辺いいね。ボールキーチェーン。で、おそ松さんの木札。あの花。で、心が叫びたがってるんだ。同じこう、あの花系。おそ松さんのイヤミのボールペン。悪くない。で、おそ松さんのミラーだ。さらに幕末ロック缶バッジ、終わりのセーラーフ、ニセコイのチトゲボールペンだね。で、プリンスオブストライトオルタナティブに7つの滞在。そんなと、あ、あとこれもあった、タイバニーのキーカバー。他に未開封のこのシルバーのやつもあるけど、まあ、大体箱がね、こういうやつですよっていう内容でございました。でもとにかくすごい量入ってて、これは5万円分、間違いなく
封入されてるんじゃないかなという感じです。ただなんか乙女系の作品が多かったね。そういうカテゴリーのものを買ったのかな。5000円ってやつを買ったんですけど、割と女性向けのラインナップだったんじゃないかなと思います。知り合いに多分ね、この辺、この幕末ロックとか美男高校とかこういうのが好きな人がいるはずだから、その人にあげよう僕がアルドノアゼロ系は残しておこう。ということで、レオンチャンネルのアニメ関連福袋開封動画でした。とりあえずこの後幕末ロック見るわ。